尖閣諸島の一途一、ウオ釣島に大正島三、ク島四、北小島五、南小島六、沖の北岩は七、沖の南は八、伊勢大正島は尖閣諸島の無人島の一つ。日本国が実効支配し、中華人民共和国と中華民国が領有権を主張している。日本の行政区分では、沖縄県石垣市に属する。別名は赤尾署。 日本名の対象島について日本政府は地元で呼ばれている名称を地方公共団体が調査し使用しているとしている。久米島に近いことから先島諸島の島民には久米の赤島と呼ばれており琉球王国の文書には赤尾書との記載がある。日本政府は赤尾書という名称についても我が国において従来から使用されてきているものとしている。中国名では 赤尾所という名称を使用している。石垣島北方約1 8 0トルの尖閣諸島の東端に位置する無人島。首都のウオツ島からの距離は約1 0 3トルと尖閣諸島の他の島からはかなり離れている。また、宮古列島のタラマ島、みんな島からはほぼ真北に位置する。面積は0.041368平方キロメートル。 標高は75メートル。大陸方の東端に位置し、東西方向に伸びる主岸壁と標高の低い複数の岸壁からなる。同じく尖閣諸島に属する久保島と共に在日米軍の砂爆劇場に設定されているが、1978年6月以降使用されていない状況にある。国有地であり、上陸するためには日本政府の許可が必要である。 日本が領有し実行支配しているが、中華人民共和国及び中華民国も赤尾署の領有権を主張している。日本の行政区分では沖縄県石垣市との代尖閣2394番地にあたる。対象島のすぐ北には日本の排他的経済水域の起点となる小島があるが、同島は2012年3月2日に北小島と命名されるとともに、 3月23日に国有財産台帳に記載されて国有地であることが明確にされている。ありがとうございます。